伊勢義吉は日本の実業家、元ダイハツ工業社長。香川県三豊郡観音寺町出身。旧制香川県立三豊中学校、大阪高等工業学校機械科卒業。三豊中学在学中は伊吹等を出て下宿先から通った。家が貧しかったので学費を稼ぐために下宿先の手伝いをしながら勉学に励んだ。数学と理科が得意だったこともあり、先生の勧めもあって、大阪高等工業学校に進学する。1926年大阪高等工業学校卒業後、日本生命保険に就職。入社後、間もなく応召され入隊。その1年後に除隊となり、22歳の時、起り銅器製造に入社。1940年本社機械課長に就任。列車の扉を開く機械の製造やディーゼルエンジンの製造に携わる。その後、新しい機械の設計の責任者となり、池田工場の建設にも尽力し、1941年、池田工場次長、1945年製造部、池田工場長を歴任。戦後の日本の復興時期にあたり、エンジンを製造するから自動車を製造する会社に変貌を遂げる。社名もダイハツ工業に改称した。自動車の生産が自由にできる時代となり、必要最小限度の機能を備え、価格が安くガソリンの使用量の少ない三輪車、ダイハツミゼットを開発、販売する。馬力があり、無理が利くということで評判となった。1968年同社第4代社長に就任。社長就任の挨拶で、販売台数の 20% 増、顧客に信頼される車作りを社員に話した。そして、最後に、苦しければ苦しいほどやりがいもあると、社長自ら決意を述べた。また、新しい生産技術を取り入れために、フォード、GM の工場に長く滞在したり、1968年のロンドンモーターショーにも出かけ、毎日会場に通い熱心に研究を行った。また、公害問題やエネルギー問題が社会問題になっていた。排気ガス対策や交通事故などの解決にも取り組まなればならない時期に電気自動車の開発を始めた。大阪万国博覧会や沖縄海洋博覧会に電気自動車を出品して電気自動車のダイハツと話題になった。そして1981年香川県で開催された仁王太陽博覧会に電気自動車を出品し、会場を回る交通手段として活躍した。1957年大阪池田ロータリークラブに入会。1978年国際ロータリー第266地区ガバナーとして活動を行い、社会貢献にも力を注いだ。この活動を通して世界各地に多くの友人を作り、真の国際人として、日本と外国をつなぐ働きもいった。努力あるところに必ず道は開けてくるものです。さぬき、人、ここにあり35.1 ページ、観音実施通史編642ページ、さぬき、人、ここにあり35.2 ページ、さぬき、人、ここにあり35.3 ページ、さぬき、人、ここにあり35.5 ページ、さぬき、人、ここにあり35.4 ページ。ありがとうございます。